スティーブン・ジェームズの5セクは、アメリカ合衆国カリフォルニア州プレイサー軍、ローズビル出身のプロ野球選手、ウトを右ミギ MLB のニューヨークメッツ所属。2016年の MLB ドラフト6巡目で、ボストン・レッドソックスから指名され、プロ入り。契約後、参加の A-9、ローウェル・スピナーズで、プロデビュー。A 級、グリーンビルドライブでもプレイし、 二球団合計で20試合に登板して1勝2敗2セーブ、防御率3.62、31奪三振を記録した。2017年は A 級グリーンビルと A 級セーラムレッドソックスでプレーした。2017年7月31日にアディソンリードとのトレードでヘルソン、バティスタ、ジェイミーカラハンと共にニューヨークメッツへ移籍した。移籍後は、 参加の A 級セントルーシーメッツでプレーし、移籍前を含めた3球団合計で45試合に、登板して5勝5敗19セーブ、防御率3.52、78奪三振を記録した。2018年は、A 級セントルーシーと AA 級、ビンガムトンランブルポニーズでプレーし、2球団合計で39試合に登板して1勝1敗、1セーブ、防御率4.99、 58奪三振を記録した。オフにはアリゾナフォールリーグに参加し、スコッツデールスコーピオンズに所属した。2019年は AA 級ビンガムトンで開幕を迎えた。トリプル A 級シラキュースメッツを経て6月18日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りし、翌19日のアトランタブレイブス戦でメジャーデビュー。 この年メジャーでは7試合に登板して0勝1敗、防御率10.80、6奪三振を記録した。オフの12月16日にディエフェとなり、20日にマイナー契約でトリプル a 級シラキュースへ配属された。2020年は新型コロナウイルスの影響でマイナーリーグの試合が開催されず、メジャーにも昇格しなかったため、公式戦の登板はなかった。 2021年は5月のマイナーリーグ開幕からトリプル A 級シラキュースでプレーし7月19日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。ありがとうございます。